はい、はい、どうもチョブリです。ということで今日はですね、今週絶対に獲得するべきおすすめ監督回数ということでやっていきたいと思います。いや、今週もね、先週に引き続きやってまいりましたね。おすすめ監督解説ということでやっていこうと思うんですけれども、なんとですね、今週が先週に引き続き監督更新がありませんということで、まあ先週と同じね、フォーメーションをお使いいただけるんですけれども、新しいフォーメーションは来たいんでね、特に新フォーメーションはこれとかってあるわけではないんですけれども、もしかしたらね、来週の木曜日とかその次の木曜日にいきなり更新が来て、監督はもう使えません、そのフォーメーションは使えませんってなる可能性があるので、今日はですね、今出ている監督でかなり大人気、そしてこの監督は強いだろうっていうね、監督フォーメーションを僕はねご紹介していきたいと思います。なんでね、まあ今日ご紹介する監督フォーメーションまあ参考にしていただいて、いいなっていう風に思ったら今のうちに絶対保存しておいた方がいいんじゃないかなと思います。保存のやり方とね、フォーメーション変更のやり方も教えていくので、よかったら最後まで見ていってください。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで、まあまずね、わからない方のために監督フォーメーションの変更方法について見ていきたいと思うんですけど、こちらのエキストラのとこからユーザー情報を押していただいて、こちらのドリームチームですね、押していただくと、こんな感じでベースチーム設定ってのがあるので、このベースチームのところをタップしていただいて、はい、こんな感じはどこでもいいですね。自分がその買いたい国、クラブ選んでいただいて、まあ、例えばリーグだったらね、イングランドリーグ選んでいただいて、例えばじゃあこのマンチェスターユナイテッドってところに設定します。そうすると、ベースチームがね、マンチェスターユナイテッドになるので、この状態で戻っていただいて、はい、こちらのね、ゲームプランの画面に来ていただきます。で、この状態だと433のね、3トップの状態だと思うんですけれども、こちらからね、この左上の人型のね、監督の顔を押してあげて、フォーメーション変更のところを押して、初期設定を押すことによって、クラブ、そのナショナルチームのフォーメーションに変更となりますと。で、このフォーメーションがいいなと思ったら、このね、クラブのところを押していただいて、このゲームプランリストのところを押していただくと、こんな感じで監督を保存することができるんですよね。まあ、ここに保存しとくと、来週、再来週ね、監督が亡くなった時に保存してあるものをそのまま使えますと、いった感じになっております。ってことでね、早速、ここからはね、今週のおすすめ監督を解説していきたいと思います。はい、ということで、まず一つ目はこちら、フランスから4132のフォーメーションですね、こちらご紹介させていただきたいと思います。まあ、4132と言いつつね、まあこう4222みたいな感じのね、一応フォーメーションではあるんですけれども、こちらはヨーロッパナショナルチームフランスから獲得していただくことができます。で、このフォーメーションのやっぱ特徴的なのはね、この ST の位置ですよね。ここがまあ CF と縦1列並んでおりますということで、まあこっからね、横並びにこういう風になっているのではなくて、最初に低い位置からスタートということで、小回りとかにボールが入った時にこの2列目の選手ですね、まあ、ネイマールとかこのデパウルとか、そしてこの ST のね、メッシ、ここの選手が抜け出してくれますと。そしてこの選手ね、このポジションも結構いいところが、やっぱりね、ロマーリオ CF 相手のね、センターワークがこの CF に釣られるんで、このメッシがね、FC の位置ということで、相手のディフェンスラインと、ボランチの選手、中盤の選手の間でボールをね、ここのラインで受けてくれるということで、それはね、かなりいいポイントなんじゃないかなと思います。あとは2ボランチということで、かなり守備がね、安定するんじゃないかなと思います。中盤は個人的にはね、1枚をアンカーね、ファービーノとか、まあ、カズリノとか、まあ、そこら辺のアンカーにして、1人をね、まあ、CMF にして、攻撃のシーンをどっちもできる。まあ、ほんとベリンガムとか適任なんじゃないかなと思います。まあ、こういう選手を2ボランチの片方にしてあげるとかなりいいんじゃないかなと思いますね。まあ、僕もね、何回か使ったんですけども、普通に強いフォーメーションですし、結構ね、オンラインとかでも見かけるんで、まあ、なかなかね、珍しい形でもあるので、結構ね、保存しとくのはありなんじゃないかなと思います。ということで、一つ目が、フランスから4132のフォーメーションでした。続いて二つ目見ていきます。はい、ということで、二つ目はこちら、ポルトガルから4321のフォーメーションですね。こちらはヨーロッパナショナルチーム、ポルトガルからね、獲得することができる、フォーメーションなんですけれども、まあ、これに関しては、この間動画にもしたので、あんまりね、多くの説明は不要かなというふうに思いますので、まあ、軽く説明させていただければなと思います。このフォーメーションは正直に本当に今週一番人気というか、一番見かけると言ってもね、過言ではないくらいのフォーメーションなんじゃないかなと思います。まあ、この間の動画でご紹介したんですけれども、やっぱりね、この中盤の CMF が2枚いて、その外側にこの OMF が2枚いるということで、このね、ロマールにボールが入った時に、2列目の選手がかなり抜け出してくれます。この OMF はもちろんなんですけれども、この CMF の選手ですね、ここの3列目も2列目の選手もガンガン裏抜けしてくれるということで、まあ、中盤の枚数が非常に多いのがね、ポイントなのかなと思います。やっぱりね、裏抜きの動きっていうのは非常に有効的ですし、しかもね、セントラルミッドフィルダーと OMF ということで、守備もかなり硬いですね。このセントラルの2人が、こんな感じでもちろんね、アンカーの横に下がってきてくれると思うんですけども、そのさらに横にね、この OMF の選手もね、やっぱりオフェンシブミッドフィルダーということで、ミッドフィルダーなんでね、下がってきてくれるということで、まあ、守備もかなり硬くなるんで、そこもいいポイントなんじゃないかなと思います。ということで、ヨーロッパ、ポルトガルから4321でした。それでは、続いて見ていきます。はい、ということで、続いてはこちら、パラグアイから4132ですね。やばい、腹の具合がパラグアイということで、このネタ知ってる方ね、もう何人いるんだという話なんですけれども、こちらがヨーロッパじゃないですね、南米のナショナルのパラグアイから獲得可能ですということで、ちょっとふざけたんでね、めちゃくちゃ噛んでますけれども、このフォーメーションもね、結構強いと思います。僕もね、使いました。10試合ぐらいね、つか今週めちゃくちゃアプリやっててね、このフォーメーションもね、10試合ぐらい使ったんですけれども、やっぱりこの形ね、まあ水曜系でもアプリでもかなり強いなと思います。まあ、
4-3-2 ということで、まあ、どっちかというとね、攻撃がかなりね、やりやすいフォーメーションになってます。やっぱり結構この 4-2-2 とかだとね、この形ね、この CMF が横に並ぶ形だと結構ね、この今トップ下に人がいないんで、このトップ下の位置が空いてしまってね、なかなか攻撃やりづらかったりするんですけれども、この真ん中の選手がいることによってかなり攻撃やりやすいですね。まあ、逆に言うとその分守備が難しいですということで、守備がね、このパビリオンワンポランチでこう動かなくちゃいけなくなるんで、ちょっと守備は難しいんですけれども、攻撃はかなりやりやすいんで、個人的にはいいんじゃないかなと思います。この選手も裏抜けとかね、してくれれば、2列目からの飛び出しの選手とか、それこそデパウルとかこの辺に置いても面白いかもしれないですね。はい、ということで、パラグアイから 4-1-3-2 でした。それでは、続いて見ていきます。はい、ということで、続いてはこちら、チェルシーから 3-4-3 の 2ST 型のフォーメーションですね。こちらがヨーロッパプレミアリーグ、チェルシー B からね、選択していただくことができるんですけれども、このフォーメーションもね、まあ、今作人気というか、今週僕はずっと使ってましたね。本当に強いフォーメーションだと思います。なんかファビリオンがね、CMF になってるんですけども、こうしっかりアンカーにしてあげまして、この形非常に強いです。まあ、以前も動画でご紹介したんですけども、このやっぱりポイントが 2ST ですよね。ここの 2ST がいるということで、まあ、3CF ではないんですけれども、前線にね、かなりの枚数をかけることができますってことで、このフォワードに入った時にね、本当に近い距離で高いジャコで抜け出してくれるんで、ここがね、本当に攻撃のサポートも手厚いですし、かなりいいと思います。まあ、3バックってことでね、サイドの守備が難しいかなと思うんですけれども、まあ、一応ね、2ボランチということで、このファビーニョとね、ベリンガム CMF いるんで、まあ、安定はね、3バックの中ではしてるんじゃないかなと思います。一応、ここの選手もね、中盤1枚はアンカーで、1枚はセントラルミッドフィルダーで攻撃のシーンもできるみたいな、まあ、そういった感じでいいんじゃないかなと思います。まあ、このフォーメーションに関しては正直ね、この前の3枚とサイドハーフで、攻撃が完結する可能性があるんで、ここ一応ね、ディフェンシブミッドフィルダーとか登録にして、まあ、この5枚、ディフェンスライン3枚と、この中盤2枚で守るみたいな、この合計5枚で守るみたいな守備の仕方しても面白いかもしれないですね。まあ、このフォーメーションも非常にね、攻撃に特化したフォーメーションなんで、このフォーメーションであんまり失点しないよって方はね、かなりいいんじゃないかなと思います。ぜひね、使ってみてください。ということで、チェルシーから 3-2-2-3 の 2ST でした。それでは、続いて見ていきます。はい、ということで、続いてはこちら、ペガルタ仙台から 3-1-4-2 のフォーメーションですね。このフォーメーションは、アジアの J2、そしてペガルタ仙台から選んでいただくことができるんですけれども、まあ、めちゃくちゃ攻撃に特化したフォーメーションですね。得点に伸び悩んでるって方はね、このフォーメーション使えば、まあ、得点力がかなり上がるんじゃないかなと思います。まあ、正直、守備はね、ほぼほぼ捨ててると言っても過言じゃないぐらいね、攻撃に振ってますね。っていうのも、まずこのしっかり2トップで、しかもね、2OMF ということで、もう2トップでね、ボールを持った時に、この中盤4枚、OMF2 枚とサイドワークもね、こうやって上がってきてくれるんで、とんでもない人数で攻撃することができますね。まあ、なんで前線の枚数はかなり多くていいと思うんですけれども、ディフェンスがね、このディフェンスライン3枚と、このファビーのこのアンカーで守らなくちゃいけませんということで、守備がね、相当大変だと思うんですけれども、まあ、守備でね、相手を遅らせることができれば、しっかりね、サイドハーフも下がってきてくれますし、一応このトップ下2枚もね、オフェンシブミッドフィアなんで、一応下がってきてくれるんで、まあね、ディフェンスでしっかり相手を遅らせることができればね、まあ、守備安定してくるかなというふうに思うんですけれども、まあ、カウンターね、今、ショートカウンターとかロングカウンターがね、流行ってるんで、この環境下で守備はなかなか難しいと思います。まあ、ただその分得点を取れるぐらいのね、本当に攻撃力があるフォーメーションなんで、よかったらね、ちょっと検討してみてください。ということで、こちら、ペガルタ仙台から 3-1-4-2 でした。それでは、続いて見ていきます。はい、ということで、続いてこちら、モデナ FC から4-3-2-1のツリー型フォーメーションですね。こちらヨーロッパのセリエ B モデナ FC から獲得することができるんですけれども、このフォーメーションもね、結構強いと思います。ほんと据え置きでもなかなか強いんですけれども、このツリー型ということで、まあ、守備も硬いし、攻撃も普通にやりやすいしということで、かなりね、バランスを取れたフォーメーションだと思います。まあ、このフォーメーションもね、一応ワントップなんですけれども、このね、トップ下のところにね、OMF という形でこの2枚が構えているんで、ボール持った時にね、2列目からしっかり抜け出してくれて、しかもこのセンタルミッドフィルダーがね、結構この外側から、ハーフではないんですけど、このもう少し内側からね、抜け出してきてくれるんで、まあ、なんだかんだ結構ね、攻撃もやりやすいよね、というところで結構ね、強いと思いますし、守備もね、このフォーメーションもセンタルミッドフィルダーも下がってきて、もちろんね、OMF も下がってくるんで、中盤5枚で守ることができますということで、ブロック敷いてね、守ることができるんで、かなり守備安定してくるんじゃないかなと思います。まあ結構個人的には、落ち着いたポジションというか、丁寧なビルドアップができる方はね、かなりこのフォーメーションおすすめだと思いますので、よかったらね、獲得してみてください。こちら、モデナ FC から4-3-2-1でした。それでは、続いて見ていきます。はい、ということで、続いてはこちら、ボヤカ SV から4-2-2-2の 2OMF ですね。こちらが南米コロンビアリーグのボヤカ SV からね、獲得することができるんですけれども、まあまあ、毎年ね、めちゃくちゃ強いフォーメーションなんで、今回もしっかり強いですということで、まあ、この 2OMF がね、あんまり獲得できるフォーメーションでもないので、個人的にはね、保存しておくのはかなりおすすめかなと思います。もしかするとこの 2OMF 使えない人も出てくるかなと思うので、まあ、個人的にはね、かなりおすすめなんですけれども、まあ、このフォーメーションは本当に攻守のバランスがかなり取れた、まあ、フォーメーションですよね。で、まあ、よりいいポイントが、このやっぱり OMF がね、サイドじゃなくて、このオムフ、オフェンシブミッドフィルダーということで、まあ、こう近い
位置から抜け出してくれますっていうね、まあ、これが一番いいポイントだと思いますし、守備もねハーフだと結構こんな感じ外側から下がってくるんですけど、 OMF ということはこう中盤を固めてくれるんで守備もね固くなりますし、攻撃もね中央から攻めれますってことで、まあ毎年ね強いフォーメーションなんで今年もしっかり強いですってことで保存しておくのが間違いないんじゃないかなと思います。でこのフォーメーションもねやっぱり2ボランチ1枚はアンカーで1枚は、ね、セントラルミッドフィルダーで攻守どっちもできるようにしてあげた方がいいんじゃないかなと思います。ここもアンカーにしてしまうとね本当完全にこの前4人だけで攻めなくちゃいけない状況が生まれてしまうんで、やっぱりこのねセントラルミッドフィルダーもね攻撃に参加しっかりさせてあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ今も大人気のフォーメーションですし、皆さんね獲得した方多いかなというふうに思うんですけれども、改めてねぜひ使ってみてください。はい、ということで今回ですね今週のおすすめ監督ということで解説していったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ今日ご紹介したフォーメーションはね今大人気のフォーメーションのあたりとか、僕は個人的にねこのフォーメーションいいんじゃないかってフォーメーションをね選ばせていただいたんですけれども、本当ね来週とか再来週とかでねフォーメーションがいきなりなくなってしまって使えないってねなる可能性もありますので、ぜひ皆さんねしっかり獲得してゲームプランリストにね保存しておいていただければいいのかなと思います。こんな感じでいいところを上げてますので、ぜひ皆さんよろしければねコメント高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんまた次動画お会いしましょう。じゃあねー。